どうも、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今回ですね、この動画 iPhone 15 Pro を使って撮影しています。今回の iPhone 15 Pro からですね、外部の SSD を使って映像を保存することができたりとか、そのおかげでプロレスを使った 4K60p の撮影までできたりとかね、結構いろいろ進化してるんですけども、今回はね、そんな iPhone 15 Pro の映像の実力を見ようと思って、僕もねプロレスで 4K30p で撮影しております。軽くテスト撮影もしてみたんですけども、 Apple プロレスのこのね、色の再現度というか色の自由度めちゃめちゃ高くて、色味で言うとめちゃめちゃこれね、一眼レフとかよりも使いやすいなというふうに個人的に思っていて、これからね積極的に使っていきたいなと思うので、ちょっとこの動画でですね iPhone 15 Pro のクオリティを見ていただければなというふうに思います。で、今日ね、じゃあ何の話をするかっていうと、せっかくこの iPhone を使ったちょっと簡単セットアップで動画撮ってるんで、 YouTube の始め方、 YouTube を始める際のアドバイスっていうねお話をさせていただこうかなというふうに思っています。というのもですね、僕も YouTube 始めて 4,5 年経つんですけども、結構周りのねリアルな友達とかから YouTube 始めたいんだけどもアドバイス欲しいみたいなことをねよく言われるんですよ。で、毎回僕ね同じようなアドバイスをして結構しっかりいろいろ話すんですけども、ほとんどの人はその後始めてないんですよね。多分直近この 2,3 ヶ月でも3人ぐらいの方にアドバイスしたんですけども、まだその方が始めてる形跡はなくてですね、今この動画見てね、自分のことかもって思ってるそこのあなた、君の音だぞということで、せっかくだったらですね、もう僕も何回も同じことをいつもねアドバイスをするんで、もうせっかくだったらこの動画一本でいつも僕が話しているアドバイスとかね考え方をギュッとまとめておこうかなというふうに思って動画を撮っております。一応 YouTube の始め方っていうテーマでね話をするんですけども、特に YouTube 的なそのテクニック的な話っていうのはほとんどなくて、マインドとかメンタル面の話が主になってくるんで、別にね YouTube じゃなくても同じような発信活動、例えばね Instagram、TikTok とか、そういった方にも参考になるかなと思うし、何か自分の作品を作りたいと思っているクリエイターの方とかね、自分のブランドこれから作りたいなと思っている方とか、仕事で新しい挑戦をしようかなと思っているとか、そういったクリエイターとして活動していく上で大事なね話をしようと思っているんで、たくさんの方に見ていただけると幸いです。ちなみにね、クリエイターとかクリエイティブってなんだって話についても前回動画でお話をしてるんで、よければそちらも合わせてご覧ください。というわけで早速いってみましょう。というわけで、まず僕がいつもしているアドバイスの一つ目は、やれ、今すぐやれっていうねお話ですね。だいたいこの YouTube 始めたいとかね、 TikTok 始めようと思ってますとか、そういう新しいことをやる時の相談を受けたら、こういつから始めるんですかって聞くとですね、仕事が落ち着いたらやろうと思ってますとか、あと今だったらね11月なんで来年からやってみようかなとか、あとは必要な機材を揃えてからやってみようとか、引っ越ししてね部屋をきれいにしてからやってみようとか、いろんなこうね話があるんですけども、ほとんどの人が今日から今すぐやらないないんですよね。これ僕良くないと思ってます。もうね、思い立ったらその日にとりあえず何でもいいから1個作品を作って、それをねもう仕上げることが大事なのかなというふうに思ってるんですね。で、これなんでできないかっていうと、僕ねなんとなくわかるんですけども、その YouTube だったら1本目の動画を上げるとか、クリエイターだったら1個目の作品を作るとか、この1つ目1本に対してめちゃめちゃハードルが高いっていうのと、ちょっとね自分の中に思い上がりがあるんじゃないかなというふうに思ってます。これすごい厳しい言葉を言うんですけども、まずねハードルが高いってところで言うと、せっかく始めるんだったらね、例えば YouTube だったら部屋をきれいにしてからやりたいなとか、ちょっといいカメラを揃えてからやりたいなとか、こういう風にどんどん1本目の作品のクオリティのハードル上がってしまうんですけども、これね全くいらないと思ってて、どんな人でもやっぱり最初の1本目の作品、1個目の作品ってしょうもないんですよね。クオリティそんな高くないです。どんなに最初いい環境を用意してもやっぱりね1本目なかなか慣れないことをするとクオリティって低くなっちゃうんですよ。なので変に環境だったりとかね、自分のそのなんていうか気持ちにこだわりを捨てて1本でも多く上げ続けることによって作品を改善していくっていう姿勢が僕はすごく大事だと思うんですよね。なので1日でも早く自分の作品のクオリティを上げていきたいなっていうふうに思ってるのであれば、1本目のハードルを高くするのではなくて、1本目のハードルを低くしてたくさん量を作って、結果的にね最短ルートでクオリティを上げていくって方がいいのかなというふうに思っています。で、思い上がりを捨てろってとこなんですけども、これね結構厳しい言葉を言うんですけども、この1本目がなかなか上げられない人、なかなか始められない人っていうのは、なんかね自分がこのクオリティの低いものを上げてみんなに見られたら恥ずかしいなって思いがねあると思うんですよ。で、その気持ちはわかるんですけども、これがちょっとね思い上がりかなと思ってて、誰もあなたの1本目の作品を見てないですっていうところをね強調したいなというふうに思ってます。これね始めてない人あるあるなんですけども、上げたら見られると思ってるんですよね。作品作ったら注目されると思ってるんですよ。でも全くそんなことはなくて、もうね発信者の方とかこのクリエイターの方とかっていうのは、いかに自分の作品とか自分の動画を見てもらうかってところをすごい考えて活動してるんですよね。
見てもらえないのが当たり前だと思ってるから、どう見てもらおうかっていう風に頭を使ってるんですけども、始めてない人っていうのは上げたらちょっとでも見られると思ってるんですよ。全くそんなことなくて、どこの馬の骨とも知らない人の1本目の作品、誰も興味ないし、どうせ誰も見られないです。動画だったらね、まあ、1本目上げて10再生で3再生十分みたいな、まあ、そんな感じになると思うんですよ。なのでどれだけクオリティが低かろうと、別に誰も見てないんで、さっさと上げてしまって、その中で自分が作った中で分かることってたくさんあるんで、その中で改善していく方がいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで、まずね、一番大事なアドバイスは、もう今すぐ今日から始めてほしいってことですね。で、2つ目にいつも僕アドバイスをしてるっていうかね、話をしてるのは、好きなことがあるっていうのは最高の武器になるんですよ。この点についてもね、強調しておきたいなというふうに思います。まあ、大抵何かね、自分の作品作りたいとか、こうクリエイター活動したいっていう人は、自分の好きなことでやっていきたいなというふうに思うと思うんですよね。まあ、服が好きだったらファッションでちょっとインスタグラムやってみたいなとか、僕みたいにガジェットが好きだったらガジェット系の発信したいなとか、まあ、何でもいいんですけどね、なんかカフェ行くのが好きだったら Vlog やってみようとか、まあ、いろいろねあると思うんですけども、世の中の多くの人ってのは意外にもね、無趣味なんですよ。趣味を持ってる人って結構少ないんですよね。まあ、みんなもちろんね、自分なりの好きなことぐらいはあるかもしれないんですけども、その中で何か発信してまで自分のね、好きなことをこう人に伝えたいとか、そこまでの熱意持ってる人って考えると、本当に稀有な存在なんですよ。一方で今の時代ですね、例えばこう発信活動したりとか、何か作品作ってクリエイターとしてやっていきたいって時に、好きってかなり強い武器になると思ってるんですね。なので、もうその発信活動始めたいとか、 YouTube 始めたいとかね、そういうふうに思った時点で、もう自分の中でかなり大きな好きがあるんで、 YouTube 始める才能はめちゃめちゃあると思ってるんですよ。なので、自分の中で人に伝えたいほどの熱いね、熱量を持ってることがあるってことは、本当にね、こう貴重な存在であり、もうその時点で他の人よりもね、一歩二歩リードしていると、まあ、こういうふうに思ってほしいんですよね。で、もう一つこれに関連して伝えたいのが、自分の当たり前ってのは必ずしも他人にとっての当たり前じゃないんですよ。これね、自分の好きなものって話をした時も、まあ、私はそんなに好きって言っても、人に何かね、教えられるほど詳しくないんですとか、まあ、私以上に好きな人いっぱいいると思いますみたいなことをね、言う人もいるんですよね。でも、いざ発信してみると、自分にとってはめちゃめちゃ当たり前のことを言ってるはずなのに、視聴者の方とかね、その作品を見た方にとっては、こんなの知らなかったとか、めちゃめちゃこの人熱量あっていいなとか、そういう風になることって往々にしてあるんですよ。自分の当たり前と世間他人の当たり前って意外と乖離ズレがあるよねってことを認識していることが、僕は一番これ大事な素質なのかなというふうに思ってるんですよ。なので、自分の中ではついつい自分の持ってる技術とか知識とか情熱とかを過小評価してしまいがちなんですけども、まあ、それって世間にとってはどうなのかっていうのは出してみないと分かんないんで、とにかく作品をすぐに出して、あなたのそのね、持ってる才能ってのを人に知ってもらうと、そこが重要なのかなというふうに思っています。で、3つ目がですね、コンセプトとか内容は考えすぎるなっていうふうなお話ですね。まあ、これもあるあるで、まあ、YouTube とかを例にするとですね、まあ、YouTube 始めると思ってますっていうと、めちゃめちゃなんかね、こういう動画いけそうかなとか、こういう動画どう思いますかみたいな、めっちゃこうね、始める前からいろいろコンセプトを考えたりとか、内容を考えたりするんですけども、まあ、それいらないと思います僕。もう直近1本2本ぐらいで動画これ撮ろうかって決まったら、もうそのまま見切り発信しちゃっていいと思うんですよ。なぜかっていうと、特に YouTube なんか顕著なんですけども、自分がしたいことかつ視聴者が見たいものがうまくいくっていう風な動画なんですね。なので、自分の頭の中でいくら考えても、それ視聴者にとって見たいかどうかっていうのは全く分かんないし、実際出してみないことには検証もできないんで、とにかくもうね、やってみて視聴者の受けがいいかどうかっていうのを探るしかないんですよね。もう本当にずっと1年2年3年一生かかって、誰からも評価されなくても、好きなことをしてれば私は幸せですっていうんであればね、別でもう自分の好きなことを思う存分考えてやってほしいなと思うんですけども、まあ、大抵の人はですね、やっぱりこう YouTube をね、動画上げるからには多くの人に見てほしいと思うし、自分の作品を作る時も誰からも評価されないよりは評価された方が嬉しいと思うんですよ。ということは、やっぱり他人からの評価とか承認とかっていうのもモチベーションになってるってことは、自分の中で考えすぎずに、まずは視聴者とか世間の人にその作品を見してみて、その中でブラッシュアップしていくっていう考え方がすごい大事だと思うんですね。正解を決めるのは、あくまで自分と視聴者両方がいいだと思ったら、それが正解なんですよ。自分だけのことを考えても、それって半分の正解しかならないんで、
まあ、よくて50点止まりなんですよね。なので頭でいろいろ考えるよりも、まずは1本でも多く世の中にね、自分の考えとか自分のね、思ってることを出してみて、その反応を見て、あ、これが正解なんだとか、まあ、これはあんまり良くなかったっていう風な精査をしておく方がいいんじゃないかなと思います。で、次は4つ目。4つ目はすごい技術も道具もいらないっていうことですね。大切なのは技術とか道具ではなくてコンテンツそのものなんですよ。冒頭で話した新しいカメラ買ったら始めようと思ってますとか、ちょっとね、自分はまだ技術があんまそこそこなんで、まだちょっと人に教えれるレベルじゃないですとか、まあ、いろんなね、こう始めるあたってのハードルとか言い訳があるわけなんですけども、大切なのは技術でも道具でもなくて、その動画が面白いかどうか、この1点なんですよね。なので変に道具にこだわったりとか技術にこだわったりするっていうのは、それ全然本質じゃないところに自分の価値基準を置いてしまってるんですよ。まあ、今日の動画もこれ iPhone で撮ってるんですけども、もう十分綺麗ですよね。これで全然僕全部の動画撮れって言われても撮れると思います。てか実際にトップ YouTuber の方とかも iPhone だけで動画撮ってる方って割と多くいらっしゃるんですよ。なので道具とか技術ではなくて、もういかにその動画が面白いかっていうところにこだわりを持ってほしいなと思うんですね。で、この面白いかどうかっていうのは活動していく中でも僕めちゃめちゃ大事になってくるなと思ってて、よくね、こう YouTube とかインスタとか TikTok とかプラットフォーム系のクリエイターとかって、アルゴリズムどうやったらこうね、うまく自分のおすすめが上がってきますかみたいな、まあ、そういう風なアドバイス求められることもあるんですけども、どうやったら YouTube って伸びるんですかみたいな、まあ、それはですね、もちろんアルゴリズムがあって動画のね、上に上げる下に下げるとかは YouTube が決めてるんですけども、それって日々変わるんですよ。なので変にそのね、アルゴリズムをハックするみたいな、そういう考え方は僕はいらないかなと思ってて、アルゴリズムって変わるじゃないですか。でも人が面白いものを見たい、役立つものを見たいって気持ちって、過去から今後未来にかけても絶対変わらない感情じゃないですか。だからこそ追うべきはやっぱりアルゴリズムではなくて、いかに面白い動画を作れるか、役立つ動画を作れるかってところに一番頭を割いてほしいなっていうふうに思うんですね。で、もちろん自分の中での面白いと視聴者にとっての面白いが一致しない可能性もあるんで、そこはですね、自分の頭の中で考えるのはもちろんなんですけども、それもまたね、動画を出してみて、作品を世に出してみて、人と自分の面白いとか役立つの考えが合ってるかどうかっていうチューニングっていうのは必要かなと思うんですけども、まあ、本質的に面白い、人の役に立つものを作るっていうところは忘れないでほしいなと思います。で、次は5つ目。これちょっとやらしいテクニックなんですけども、まあ、どうしてもね、こう YouTube とかクリエイタブ活動を始めるにあたって自信がないよって方は、自分のまずね、ロールモデルを見つけてほしいなと思います。例えば Vlog 上げたいんだったら Vlog 上げてる人たちとか、ガジェットだったらガジェット発信してる YouTuber とか、まあ、そういう人たちを見て、まずね、1本目の動画見に行くんですよ。最初の作品見に行くんですよ。 YouTube だったらね、古い順から動画をソートできるんで、そうして一番最初の動画見ていくと、まあ結構クオリティがね、やばいんですよね。全然クオリティ高くないんですよ、どんな人でも。まあ、それを見て、今の自分だったらこれ超えれるなって思ったら自信を持って始めてもいいかなというふうに思います。どうしてもこういう YouTube とかって、こう人が動画を見る時間は変わんないじゃないですか。最長が24時間なんで。なので結局イストリ合戦なんですね。まあ、そんな時にこのクリエイターよりは自分いけんじゃないかっていう風な、こいつには勝てそうみたいなものを見つけるとですね、じゃあやろっかっていうふうに思いやすいし、なんか参考にもしやすいと思うんですね。まあ、完全パクリとかもちろんダメだと思うんですけども、この人こんな感じで評価されてんだったら、自分の動画もある程度評価してもらえるんじゃないかみたいなね、まあ、ちょっと意地悪な気持ちで動画を見ることになっちゃうんですけども、まあ、そういうちょっとやらしい考えで自分に自信を持たせるっていうのも最初は必要なのかなっていうふうに思っています。よければね、僕の1本目の動画を見てみてください。僕もガチ1本目の動画まだね、チャンネルに残ってるんですけども、まあひどいんで、こんなに声も張ってないし、めちゃめちゃ猫背だし、映像も全然綺麗じゃないしってところでね、まあ、こんなんでもやっていけるんだったら俺もいけると思ってほしいなと思うので、今でも僕は1本目の動画はちゃんとね、チャンネルで公開で残しております。で、次6つ目なんですけども、これはちょっとね、挫折しちゃった時の話をね、したいなと思うんですけど、仮にまあ自分でね、クリエイター活動やってみて、 YouTube 始めて、 Instagram 始めてみて、なんか合わないなと思うこともあると思うんですよ。うまくいかなかったなと思うこともあると思うんですよね。まあ、その時は別に気にしなくていいかなって僕は思ってます。まあ、こういう風な、例えば YouTube を例にとると、 YouTube で成功するためには何が大事かっていうと、センスじゃなくて継続力だと僕は思ってるんですよ。どんだけセンスのいい動画を作っても、半年に1本しか上げないんだったらね、そうそううまくいかないと思うんですよ。でもそこまでセンスがなくても、毎日毎日動画を上げてると、やっぱりそれなりに見てくれる人も増えてくるだろうし、その中で改善をしてね、どんどん動画を良くしていく余地もあると思うんで、まあ、後者の方が僕は成功しやすいと思ってるんですね。なのでその YouTube とかやってみてうまくいかなかったっていうのは、その継続が向いてなかったなってことだけ
だと思うんですよね。なんかそれで自分の人間性がダメだとかセンスがないとかってわけじゃなくて、継続するのは向いてなかったってことが分かっただけだと思うんですよ。 YouTube とかって本当にそういうところがあって、一本一本動画っていうのはそこまで大事じゃないというか、まあ、続けることの方がよっぽど大事だったりするんですよね。まあ、でも一方でアーティストみたいな活動になってくると続けることも大事ですけども、一本一本どれだけ素晴らしい作品を作っていくかってところがより大事になってくると思うんで、向き不向きってやっぱ領域によってあるんですよね。まあ、なので仮にですね、始めてみてうまくいかないなと思ったら自分に合ってなかっただけだなと、じゃあ自分は別のことやろうかなっていうふうに、まあ、そこまで重く考えなくてもね、なんか失敗したらダセーなみたいな、そういう気持ちも別になくていいと思います。ただただ合ってないだけだし、別に YouTube で合ってる人が偉いってわけでもないしね、まあ、よっぽど YouTuber なんか変わってる人の方が多いと思うので、まあ、そこは気にせずね、とりあえずやってみて、うまくいったらラッキー、うまくいかなかったら、まあ、自分に合わなかったってことが分かりましたと、まあ、それも収穫だねっていうふうに思うぐらいで気楽に始めてみてもいいんじゃないかなと思います。というわけでここまでね、いろいろ話をしてきたんですけども、まあ、最後にねちょっとみんなに僕が伝えたいなと思ってるのは、世界はあなたを待ってるんですよね。これをね、僕結構大事な考え方かなと思っていて、その始める前っていうのはもちろん何も作品を出してないんで、誰も自分のこと知らないと思うんですよ。で、始めたとしても最初の頃全然ね、こう動画も伸びないし見てもらえないしっていうので、本当にこれ需要あんのかなっていう風に思ってしまう気持ちって絶対どっかで出てくると思うんですけども、絶対に世界のどこかにはあなたの動画が好きですと、あなたの作品じゃないとダメですって人がいるんですよ。これ自信持ってほしいなと思っていて、まあ、僕自身もですね、まあ、普段からこう iPad の動画とかいろいろね出してるんですけども、 iPad の知識だったら確かに人よりはちょっとね頑張って持ってると思うんで、でも世の中には iPad 持ってなくてもなんか僕の動画の雰囲気とか声とか話し方が癒されるから見てますみたいな人もいるんですよね。これ驚くべきことに。で、本当にね、いろんな YouTuber、 素晴らしいね YouTuber がたくさんいる中で、なんか僕のことを推しだっていう風に言ってくれる人もいるんですよ。なのでこれから何を言いたいかっていうと、どんな人でもやっぱりね、その一人一人で感受性って違うんで、その自分の持ってる感性ってあるじゃないですか。自分の作り出す世界観とか話し方とか動画の雰囲気とか、そういったものがドンピシャで合う人って絶対いるんですよ。こう仕事終わりにね、僕も経験あるんですけども、まあ、疲れたなと思って YouTube 開いた時に自分の好きな YouTuber が動画を更新してて、わあちょっと楽しみ見ようかなみたいな、ちょっと電車に乗ったらイヤホンつけてみようみたいな、まあ、そういう風に思う瞬間結構あって、まあ、そういう動画とかね、いろんな人の作品に癒されてるんですよ。で、あなたがもしそうやって自分でねクリエイター活動を始めたら、そう思ってくれる潜在的な人って世界のどっかに絶対にいるんですよね。なのでその人たちに見つけてもらうまではぜひ僕は頑張ってほしいなというふうに思うんですよ。これはなんとか系 YouTuber が欲しいとか好きとかそういう話ではなくて、もう全部ひっくるめて生き方として人としてあなたが好きですっていうふうに思ってくる人って絶対にいるはずなんで、その人たちのためにもその最初のね辛い時期って絶対あると思うんですけども、そこを乗り越えてその人たちをね救ってあげてほしいなというふうに思います。はい、というわけでちょっと長々と語っちゃって最後熱くなっちゃったんですけども、本当にね毎回こういう同じぐらいのことを同じぐらいの時間かけて話をするんですよ僕。まあ、なので今度からね、その YouTube の相談とか受けたらこの動画を送りつけて僕の時短をしようかなというふうに思ってます。まあ、この動画がね少しでも皆さんの役に立っていればとても嬉しいなと思います。というわけで今日の動画はここまでです。今日ね iPhone 15 Pro で動画撮るっていうことでやってみたんですけども、いかがですか？映像の質めちゃめちゃ高いと思うんですよね。よりねみんなの持ってる iPhone だけでもクオリティの高い動画って作ることができると思うんですね。なので本当にクリエイターになる機会ってのはみんなの手のひらに今入ってると思うので、やってみたいなと思った方はねぜひその一歩踏み出してほしいなと思います。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画少しでも面白かったなとか参考になったよと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。